今回は韓国文化の特徴に対してちょっと話してみますね。それに関して。さあ、1980年、5.18事件がありましたね。5.18。5.18。何ですか？5.18。518事件があったんですけどね。518時間と言われたんです。その事件はその元残酷に拡大されたのはアメリカのせいです。戦争の意見じゃなく、その歴史的な本当のことで、その時主幹米軍司令官であるジョン・ウィカム中将がね、中将、前方の韓国軍、その師団を광주に派遣することに発見することを許可しました。前方でその北朝鮮軍と対峙しているその一航師団か二航師団を광주に派遣することを、ジョン・ドゥアン、将軍が要求して、そのジョン・ウィカン中将がそれをその承諾しました。承認、承認、承諾、承諾、承認してですね。その時アメリカがそこまでしなかったとしたら、それほど광주の、その광주で殺害された人は多くは出ませんでした。これはまあ、その運動権の主張でだけではなく、歴史的な話です。ジョン・ウィカム中将はどんな考えを持っていたのか。その人はね、韓国人に対してこう言いました。韓国人はレミングだと言いました。レミング？レミングは何ですか？レミングだね、レミング。レミング？レミング。レミング？レミング。こっちは何時？その、戦闘の、その、ネズミが、海に入ってたら全部海に入る。レミン。レミン聞いたことある？レミン。これだよね。レミン。レミン。その韓国語ではドルチってとドラネズミというんですけど、そのジョン・ウィカム中将の考えは、韓国人には民主主義はまだ無理だ。韓国人は自分の指導者に無条件従う癖がある。従う、無条件、無条件従う、복종、따르는、従う癖がある。それで韓国人はレミングだというその信念を持っていて、それでとりあえずそのジョン・ドゥアン将軍が反乱者であることを知っていながら、その광주市民を殺すことを同意したんですね。ですが、それだけではなく、このジョン・ウィカンの中将の、まあ、その決定とは別で、韓国人がレミングのような考え方を持っているのは、まあ、合ってると思います。多くの人がこう考えてたら、全部、まあ、理由なんかそこまで言ってしまいますね。韓国人は、その時から、そんなクゼに有名でしたよね。その時もそうだったんです。その時からもう、アメリカの主幹米軍司令官もそう思ったので、無条件、理由なしで。他の本の中でもそんな話
話が書かれてるじゃないですか。そうですよね、うん、まあまあそうなのでやっぱりあもちろんそのまあたまには、まあ、自分になんか被害がなかったら合わせてくれる必要もたまにはあると思いますけどね、大衆とか群衆にね。でそのいつもそうだったらまあなんか自分自身が亡くなってあとたまにはバカにされてしまうんじゃないかと。確かに私も最初なんか外学でクラスを したいと思った時にはちょっと怖かったんです。ああ。確かに。一人でなんか暮らすのは、まあ、怖いのは、まあ、それ女性としては当然じゃないですか。女性として怖かったんじゃないですか。外学で住んでるのが、ちょっと私も影響されたと思います。ああそうですよね、考えて、それとつながっている話なんですけど、最近その離婚の話でいろいろ相談を受けました。相談をしてくれました。その離婚したいというそのお客さんで、ね、その離婚の相談を進んだんですけどね、それいろいろ話してみたんですけど、先生からその結論はもちろんそのお客さんはここまで言えなかったんです。いくら事実だと言っても気持ちを悪くさせる理由はないので、その女性のお客さんはね、まあ、子供の教育の悪いから離婚したくない、旦那に対して愛する気持ちは微塵もない、미진은미세한먼지미진은나이때대상고등부는다메다또있단데스게네선생의생각이또선생이다시다결론은지가이마시다그여자는그것때문에되어놨고그것도아는데스게도사람은그렇게생각해도되고사이그단조가뭐치도뭐아이스기분이가나그런데そこで子供を教育しても子供の教育にそれが、まあ、いい影響になりますか。ある意味では離婚したより悪い環境になる可能性もあるんじゃないですか。そうなのになぜその話をするのかといろいろ考えてみても、結局ねまずは離婚した女というその世間の非難を受けたくない。非難、うん、離婚した女。わかりました、結局問題は韓国人の一番の全ての全ての人生の生き方はね、世間の目ですよ、その基準がね。特にその女性は教会に通っています。その10年15年以上、まあ、付き合っているその友達とか教会の友達が何人もいるんでしょう。それと今の旦那さんは漢方医師です。日本では半人差を漢方と言います。半番漢方医師でね、収入も高い、500万円以上。あと尊重は250万円以上ですね。
それでそういうふうになんか豊かな生活をしていながら、まあ、そのグループの中では貴族のような存在です。領土も収入があってね。あとその女性はそのおじさんの KBS 私立音楽合奏部の部員です。公式的なその合奏部員として合奏団の隊員としてその給料もらっている。でさ、離婚してたらもう離婚した女になるのね、韓国では。そういう世間の目が嫌なんだから離婚はしたくなって。もちろん相談しながら二人ともそういう話はしませんでしたけど、先生が感じたのはそうだったんです。またそれで離婚した女性というそういう印で、タッチ、印、登場、タッチ、表紙、あと月250万円、あといいアパートで、マンションでいい車を持ってる家から離婚してたらね、250万円の生活で、まあ、家は別の家になります。韓国人は世間の目、次に大事にするのは社会的な身分です。お金、お金そのもの自体じゃないと思います、先生は。なぜお金に韓国人はそんなにこだわるのか。身分ですよ、結局。自分の身分が下がるから、不幸な結婚生活を維持したい。유지하고싶다。維持したいというのが、その女性だけではなくほとんどの韓国人の考え方なので、もちろんどっちが正しくて その女性が正しくないという話ではないです。それは結局本人のその選択なんです。ですからね、もしセーラン君がこういう場合ならば、どんな選択肢を選びますか。私が、その場合なら、もし離婚したら、子供は私が、多分な。一人ずつ別れる可能性があるんですよ。なぜならば、その子供が、お父さんに、お父さんのところに行くか、お母さんのところに行くかは子供が決定します。その裁判長は聞きますね。その、残酷でしょ。それで一人ずつはその子供も二人いるんですけど、それもまあ別れて、連れていく可能性が高いんですよね。ちょっと難しいですね。私は子供が大人が何になる時から、時までは一緒に一緒にいる方がいいだと思います。子供は大人になる前までに、それもいいんですよね。大人になれば子供も
生きてるから、うん、そうですよね、うん、まあいろいろな、まあ、選択は、まあ、できると思います。まあ、こういうふうに、まあ、その今日はそのまあ、日本語の会話ででも大事なその表現、世間の目、あと社会的な身分、そういう言葉に対して、まあ、ちょっと勉強してみました。先生ならすぐ離婚します。すぐ離婚して、まあ、なんかもうそのよくできる可能性がなかったらね、お互いによく、まあ、いい関係をやり直すことができたらね、もう考えてみるけど、それがまず不可能だという結論が出た限りは、もう世間の目とか、あと子どもの教育に対しても、その韓国語では편부편모家庭と言うんじゃないですか。それがいつも、まあ、悪い、いつもその両親양친両親の家庭より悪い、まずいとは思いません。逆に先生の考え方は、その夫婦同士が本当にお互いに嫌いであったら、子供の教育にもっと悪い影響を上げると思うのが先生の基本的な考え方なので、まあ、できるだけ早く別れた方が、まあ、お互いにいい選択肢じゃないかと、まあ、そう思います。先生、楽しい즐기다가뭐예요？楽しむ。楽しむ。あ、응、그래서楽しむ、응。楽しいは形容詞ですよね。즐거운。응、楽しむ。楽しみですね。楽しもう。즐기자。こうなりますね。楽しんでください。ですが、ただ一つの動詞ではあまり言わないんですよね。楽しむもですね。楽しんだんです。これは OK です。楽しみました。ちょっとおかしいんですよ。あまり聞いたこともないので。楽しみました。楽しみでした。楽しんだんです。うん、楽しんでやってきました。楽しんでやりました。それも可能ですよね。普通他の動詞とね、まあ、つながってる場合が多いんですよ。もし私が離婚して子供と一緒に住むなら、まず、うん、一緒に住むなら、あ、なんか私の人生を楽しむのがちょっとまずいかと思います。うん、ですので今はちょっと離婚はいけないと思います、私は。それもいい考えだと思います。でもあの家庭はもう家庭暴力もあって。うん、あと、先生は詳しく今言わなかったんですけど、もうお互いに稼いでいるながら、稼ぎながら、벌다、稼ぎながら、その女性の方がね、専業主婦ですよ。すべての家事をやってます。それで逆に、まあ、それも離婚した方が自分の時間とか自分の、まあ、余裕を取ることができるんじゃないかと、まあまあ、まあ詳しくは本人しか知らないので、まあ、先生も、まあ、よくは知ってません、うんうん、
それだったらそのお茶ブレイク取りますか？